あのね、とか言って。ブログのタイトル決まりましたわ。世界で一番の億万、大富豪じゃん。億万長者になるネットも、男のネット物語。これを世界出版します。本当に実現しますので、皆さん本も買いましょう。これ、ね、10年かかってます、ここまで。どうだったかな。これブログに載せます。FC2 とかアメブロとかね。全部載せよう。FC2 だけじゃなくて、ファンブログとか A8 とか4つ全部載せよう。クルーズブロとか。クルーズブロ行くから調べてみた。だからこれが題名ね。なぜこんなになったかって教えましょうか。あるね、昨日ね、節約をし10年目タバコ開きよったんだけどね、先々月までずーっと9年間、生活保護、家潰した男やけどね、この頃、おこま長者になりたいから生活保護じゃない、節約にちょっと芽生えてね、節約の本買いに行ったんですわ。そう、福永商店ね、隣のセブンイレブンの前。そしたらこの2000万円貯めた女性が乗っとったんですわ。そういう本があったんですわ。チキリンじゃないね。これで、それ見たらね、FC2 で出してたんですよ。それがヒントです。だから、どこで人間当たるかはかかりませんから、皆さん本を読みましょう。自己管理。それとね、もう一つサービス。ガバイばあちゃんってことでしょ。あれね、サンマカタケシがね、世界出版せいやって言ったんですわ。そしたら世界出版したら多分1億から3億入ってます。とか、そういう話もありますんで、皆さんも自己管理で頑張りましょう。これね、10年、70年間金食べたことないし。これでね、やっぱね、性格はならない。3日で生活保護でも金使ううちおりましたけど、俺も、この間あるとこから2万5000借りてね、3日でないですよ、やっぱ。100均で7千買う人おりません。100均で7千、玉手で5千。これでね、もう一つ買い物したらね、やっぱオーバーするんですよ。ダメ。これで品物を5個ぐらい戻してね、これで約15キロぐらい担いで買いましたわ。袋2個持って。だからそういうのに、もあるけども、この頃一つ面白いことを発見しました。俺の考えね、爪楊枝をね、前までね、2本買おうでしょ、100円のね、100円で2本あるでしょ。あれ使っちゃ、ポン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 全部してるんですわ。でみんなパー。だから今度ね、節約がちょっと芽生えてね、初めてよ。ほいで爪楊枝ね、一回、どっかの漫才師のうちの嫁がね、うちの嫁はティッシュを戻すっていう嫁がおったんです。俺、ヤフーでも知ってる。俺もね、それで見たのかな、なんか知らんけど、爪楊枝をね、一回、それ、なんてかな、福祉やから、掃除来るけど、それに洗わせんで、自分で洗ってね、ちょっとお湯つこうで乾かして、それ使って、最後まで削って使うことをします。それでも、次3、年間3点違います。ほんで、その、なんとか、食べました、2000万。以上。だけど、生活保護の題名は、違う、題名、あれね、以上、切ります。ファイルがどんどん、もうないから。